庭を守るんだ。面を貸せ、稽古をつけてやる。父さんと稽古するのはあの時以来ですね。昔のことなどいちいち覚えていられるか。父さん、俺は忘れていませんよ。精神と時の部屋で父さんと過ごした一年。さあ父さん、遠慮はいりません。スーパーサイヤ人3で来てください。何がおかしいんです？その姿はスーパーサイヤ人ブルー。間違いない。父さんと悟空さんはこの青い木を、人を超えた神の木をまとうことで破壊神と渡り合ってきたんだ。父さんはまだ全力を見せていない。俺との力の差は歴然だ。スーパーサイヤ人ブルーは、父さんと悟空さんがいればブラックは倒せる。俺が強くなる必要なんてなかったんだ。バカ野郎！何を笑っていやがる！ブラックを倒す、それが貴様のゴールなのか。その先を見ろ、まだ見ぬ敵を、宇宙最強を。お前が誇り高きサイヤ人の血を引くものならば、俺の息子ならば、誰にも負けることは許さん。俺、超えてみせます。ブラックも、父さんも。
次はお前たちの番だ。じっくり始末してやろう。トランクス。ブラックは俺がやります。なんだと。貴様には無理だ。やってみせます。たとえ差し違えてでも。トランクス、お前は罪人だ。罪人。お前は心臓の病で死ぬはずだった孫悟空を救った。やつが歴史通り死んでいれば、俺はこの肉体を求めることもなかった。だが、お前のために歴史が狂い、歪んでしまった。この世界を作ったのはお前なのだ、トランクス。力を貸してくれ。終わりだ。この事態はトランクス。お前が、お前たち人間のタイムマシンなどというおごりが招いたものに他ならない。トランクス、お前の愚かな選択が私の正義に火をつけ、人間ゼロ計画へと走らせた。お前にはこれで十分だ。よって地球人はお前が殺したも同然。俺はみんなを助けたかっただけだ。俺の力よ、この世界の盾になれ。こちら。俺の力よ、この世界の盾になれ。父さん、父さんは悟空さんを連れて過去へ、そして奴らを倒す方法を突き止めてください。バカ野郎、お前一人置いて帰れるか。未来を守るにゃそれしかねえ。囲む。皆さん、貴様らの相手はこの俺だ。あの、俺の力よ、この世界の盾になれ。俺の力よ、この世界の盾になれ。俺の力よ、この世界の盾になれ。孫悟空たちを逃がしてしまった。
共に正義を。創世の始まりぞ。まだ死にたい奴がいたか。トランクス。父さん。様だけは許さん。俺が相手だ、ザマス。罪人が永遠に自らの過ちに気づかぬ愚かな生命体が。聖なる激鈴、これが終わりだ。こんな、俺は諦めない。新しい世界を作るのはお前じゃない。俺たち人間だ。その傲慢が過ちなのだ。分からぬか。聖なる激鈴、これが神の怒りだ。面白い。余興にするにはもってない。ここか。非力な人間が滅びを甘んじて受け入れぬ、そのしぶとさだけを褒めてやる。力よ、この世界の人間の盾になる。みんなの願いをこの一撃に込める。ギャリックホーク。お前の負けだ。俺は諦めない。絶対に。その通りだ、トランクス。どうぞ。ザマス、サイヤ人、人間の底力を侮るなよ。くらえ、ギャリックホー。人間がいくら集まろうとも我が光には勝てぬ。トランクス、力を出し切れ。はい。はあ。これが
人間の力だ！こしゃくな人間どもめ、消えろ！プレッツ！誰に助けを求める？過去か未来か？そうやって神の正義に背き続けるのか？貴様ら人間はその弱さゆえに！俺は自分の弱さを恥も悔いもしない！俺はみんなを助けるために戦い、みんなに助けられて生き延びてきた。それが俺だ。助け合って生きる、それが俺たち人間だ。Set! Set! Set!
の力よ、この世界の盾になれ。人間が神に勝てるはずが。に生きるみんなの木の光だ。感じる。みんなの力を俺に貸してくれ。人間の力がいくら集まろうと神にかなうものか。行くぞみんな、ザマスを倒す。人間風情や。神も人間もない。自分以外を信じないお前に俺は負けない。なんだこの力は。たくさんの木が混ざり合い我をえぐら。自分一人の正義に浸るお前に俺たちの生きる思いを潰させるものか。わかんな。こんな せっかくならもう少しここにいたらどう？何を言うブルマ。だって寂しいじゃない。それにベジータ、あんただってトランクスとまだ修行したいんじゃないの？母さん、父さん、気持ちは嬉しい。それに父さんと修行をすればきっともっと強くなれる。